皆さんこんにちは。今日は明海大学にいます。私の大学です。今日は明海大学について紹介したいと思います。皆さん一緒に入りましょう。授業があるから。あ、授業ですか、うん、次は何の授業ですか。次日本語。はい、皆さん、あ、こっちは6階ですね。この辺は、別科の留学生のアリアです。皆さんちょっと見てみましょう。皆さん、普段は、別科の学生はこういう教室で勉強しています。このところは多分とても面白いと思います。こっちで、毎日いろいろな日本の新聞も置いています。みんなは読解練習するために、まあちょっと簡単の新聞読んでもいいですよ。さらにこっちはいろいろな、留学生の価値を紹介しています。ぜひみんなは参加してください。結構、例えばこれは広島旅行、結構安いですよ。見てください。こっちはいろいろな専門学校とか大学、大学院の資料を置いています。みんなは大学入るときは、まあ、簡単に探すこともできると思います。この掲示板に、留学生のための専門学校とか大学とか見ては全情報もいっぱいありますよ。特にこれですね、JLPT のために、いろいろな、問題がありますから、みんなは簡単に、ネットで登録してやってみる結果はすぐできるかもできるですから。はい、こっちはいろいろな机とか椅子も置いています。みんなは、ちょっとその時ストレスとかプレッシャーとか、あ、街見ながら実習で勉強できる。こちらは私の教室です。この部屋は結構広いですね。まあ100人ぐらいできるかもしれない。はい、次は私にとって一番好きなところに行きましょう。みんなはどこと思いますか。行きましょう。はい、皆さん今図書館にいます。どう思いますか。綺麗ですか。こっちで、まあ、スーカーでみんなは自由で勉強できるし、特に、そっちの方ですね、あとコンピューターとかパソコンとか自由で使える。みんなは多分資料、印刷したい資料があれば、まあ、自由で、まあ、無料印刷できるですよ。今日は少しだけ私の大学について紹介しました。詳しく知りたいなら調べてみて。でも、もう一つの伝えたいことは、まあ、みんなは日本に来て日本の
勉強するために日本語、日本に来て、まあ、日本語、日本語学校だけではないですね。まあ、大学でもみんなは、日本語別科もあるんですから、こっちでみんな勉強しなら、大学の環境、日本人の、学生も交流できると思います。で、今日は終わりました。みんな、登録してください。